よくこの辺がよく理解できてないけど、ツイキャスとニュースの違い、うん、いや、なんとなくわかるよ、はい、なんとなくわかるんだけど、なんでこう、あの両極端に分かれるのかねと思ってさ宣伝もあれですけど、まあ普通に楽しくおしゃべりできたらいいです、うん、宣伝だと怒られるのに恐怖感もあります、ね、いいよ、俺はあのいつでも来てもそう怖いんですよ、もう、はい、ツイキャス、あ、そっか10分間はあれだな、メンテだった、そうだ、そうだったメンテナンスは、うん、水曜日の10時はね、メンテナンスの10分間、あ、じゃあここから10分間メンテナンス、そう、だから今配信できないの、あら、いただきます、こっから、グッモーニあ、まだあった。コースー鈴鹿サーキットバージョンでお届けいたしました。皆さんおはようございます。おはようございます。地域情報バラエティ、ん?小出し番組、グッモーニング小座、略して GMK、この時間がやってまいりました、MC は私、そうです、私があのミスタースティービーでございますんで、よろしくお願いしたいと思います、ということで実はですね、今日あの夜並み、今日何日、22ですかね、22ですですかねって、こっち見たらいいさ、僕は真後ろだからカレンダー見れないから夜並みにチェックしてるんです、はい、ですね、夜並みでございます、 AD 夜並みでございます、お願いします、はい、後ろに背後霊のゆきちゃんがついてます、ダメ出しをする先生ですねゆきちゃんはね、はい、入ってってるよゆきちゃん、大丈夫いや、ちゃんと優しく教えるんだよねゆきちゃんね、うん、そうらしいですよ。ちゃんと頑張ってね。はい、とりあえず、今日は放送事故なしでスタートしたね。はい、まだあったんですね。なんか、事故が。毎回ないですよ。ないなかった？ないですよ。あ、そう。はい、大丈夫ですか。ミミリとヨナミはもう、どっちがこう、うまいのかな、はい、いや、それはミミリさんですか僕の方が新しいんで。あ、そう、はい。どれぐらい先輩なの ?1 ヶ月です。1ヶ月先輩。はい、ああ。この1ヶ月の差っていうの大きいの ?FM 講座では。ですね、あ、やっぱりこう、はい、あの吉本の芸人さんのように一日でも早かったらもう、はい、兄さん姉さん呼ばないといけないの、はい、あ、そう、はい、そういうシステムだったんですね。じゃあ、あの隣 の, あの、はい、ゆきちゃんをゆき姉さんと呼ぶの、もう師匠なんじゃないですか、まあ、師匠クラスです、師 匠, あ、はい、師匠クラス、師匠クラスが今バランスを調整してございますんでねちゃんとヨナミに見ててよ、はい、自分が喋る時のカフはこれぐらいだなとかさ、はい、スティービーさんの声は大きいんだけど、はい、あなたの声は小さいからね、はい、もうちょっとバランス的に上げた方がいいかなとかっていうの、はい、ほらユキちゃんがちゃんと調整してんだからね、公開止めだって言ってますけど、はい、はい、そんな AD ヨナミでございます、はい、よろしくお願いします。今日ね、はい、実はこう、先週こうお話しした通り、月曜日の番組がねこう終了したので、はいはい、崎山結衣ちゃんがですね、今週からこう復帰ということで朝の番組にだったんですけど、実はこう急遽こう東京の方にこう打ち合わせで、こう今東京にいます。なのでですね、来週からですね、参加する予定でございますのでよろしくお願いいたします。楽しみですね。な、7月何日、あ、7月じゃないや、4月、4月ね、はい、4月、おい、あのぼーっとしない、はい、大丈夫です、僕カフ下げてた、はい、4月の何日、今日22です、22日の水曜日、はい、第4週、第5週、4週です、4週です、数えなくても分かるよ、はい、カレンダーはな、はい、4週ね、4週、4週ということでございますけどね、はい、FM 小座スタジオ前、中央パークアベニュー、そして、国道335線、こんな感じでございますね、中央パークアベニューはですね、もう全然、一っ子一人、まあ一っ子一人は歩いてますね車が今一台通ったぐらいです。330はね、はいはい、スムーズに流れてますよ。今測量中ですね、はいはい、気になるお天気はどんよりということで、はい、そんなどんよりのお天気にふさわしいゲストがですね、ちょっと待ってくださいよ
ことか。どんよりにふさわしいって言われたのがちょっと。もう、ミスターどんより、おはようございます。はい、どうも、久しぶりです。琉球ドラゴンプロレスリング、スーパーマン太郎、改め、阿波模様、改め、チンスコ太郎、改め、スーパーマン太郎でございます。よろしくお願いいたします。なんか、ややこしいね。ややこしいですね。俺今、ツイキャス持ってたけど、10分間は、はい、メンテナンス中で、こう、映ってなかったんだ。見なかったですね。はい、見なかったね。頑張って指とか出してみたんですけどね。出してみたけどね。はい。そう、そんなわけで、はい、今、万太郎に戻ったの？戻ったんですよ。はい。ここの、ほら、万太郎ちゃん今映ってるから、どうも。いい笑顔ですね、これね。番組中にも全然こう、不謹慎でね。はい。はい、スーッと入ってきてね、今、笑顔で写真撮って帰ってきますよ、この人。帰ってきましたけどね、はい。僕初めて会ったぐらいなのに、まだ。そうそう、はい、ミミリ初めてだよね。初めてお会いしましたよね。はい、はじめまして、ね、ね、はい、FM 小座のね、はいはい、もうニューフェイス、ニューフェイス、うん、時代を担う、ね、一番若いとは言えない、一番若くはない、はい、なんかこう適当に若い、適当に若い適当に、はい、ね、でも彼女はね新体操出身だから、はいはい、本当ですか、じゃあプロレスやらないですか、リュードラでほらなんかこう新体操技とかなんかやって新しい、いいですね、キャラでどうですか、いいじゃないですか、女子プロレスラー今ちょっと募集中ですけど、ミレーさんしかいないから、はい、もうすぐホープなれるよね。あ、素晴らしいですね。新体操やってたらすぐですよ。ね、新体操プロレスとほぼ同じですからね。そうそうそう。はい、何がよ。いや、まあ分からないです。大体もう適当に話合わせるんで。はい。ああ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あ、ね、ヨナミはもう初めてでしょ、初めてですよね。はい。ね、はい、琉球ドラゴンプロレスっていうのは知ってる、ご存知ですか、なんかテレビとかでちょいちょい拝見させていただいて。あら、本当ですか、じゃあ生では見たことないのね。はないです、はい。あ、そう、そんなヨナミにね、はい、今日はもう本当に営業トークをガンガンかましますからね。そうですね。はい、うん、間違ってね、帰りにチケット買っちゃうようにしましょう、ね、はい、営業トークかましすぎて、はい、夜の FM 講座の恋愛相談室で出禁になってしまったという、ね、出禁ではないですよ、はい、ちょっと様子を見ましょうって言われて、出禁ではないよね、出禁、まだ帰れます、はい、まだこう、はいはい、一応イエローカード中なのかな、はい、リスナーさんからの、まあ、お声と言いますかね、なるほどね、はい、そんなつもりはなかったんですけどね、2人はほらやっぱり今ラブラブモードさん、ね、そうなんですよね、仲いいので、そうそう、はい、やっぱこう恋愛のこう番組だから、そうですね、その中で番組の中でやっぱこう本当に成就してるわけだからね、はい、素晴らしい話ですよね、本当だから、はい、自分でこう体現してるわけだから、はい、やっぱその相方をね、そうですね、パートナーを求めてる方っていうのは、はい、やっぱこうリアリティがあるよね、はい、もう、ね、もうそれに誠実に向き合わないとね、うん、そうやって怒られてしまいますからね、そう、僕そんなにうさんくさかったですかねね、はい、ヨナミも独身でしょ、あ、もちろんさ、もちろんな。で、万太郎ちゃんもね、独身で、はいはい、生涯こう彼女ができたことがないっていうのがね、はい、売りだったんですけどね。そう、売りだったけど、はい、つい小一年前ぐらいかな。そうですね、小一年前。はい、ちょっとこう蜃気楼のように彼女ができた瞬間が、そんな幻みたいに言わないでください。よくありがちな、こう、はい、彼女いない歴何十年のね、そうですね、人がこう思いがちな、はい、自分は付き合ってると思ってるけど、ちょっと待ってください、あれ付き合ってなかったんですか、付き合ってなかったっていうことなの、じゃあ僕まだその状況は更新中なんですか、僕一応付き合ってたの、付き合ってたはずですよ、何ヶ月ぐらい、まあ、2ヶ月ぐらい、はい、でちゃんと付き合いましょうって言った、言いました、僕、あ、そう、僕から言いましたよ、ちゃんとで、なんかこうお茶に濁してなかった、相手はうーんとは言わないいや、ちょっと待ってください。ちゃんと。それは彼女じゃないんだろ、違う、ちゃんと、オッケーって出ましたよ、その日のうち。オッケー出た。はい、わかりましたってなりましたよ、はい。なんかすごいボランティア精神に、こう、だったな、飛んだ、こう、女性だったかもしれないね。はい、そうなのかもしれないですね。でもその2ヶ月の間にデートっていうのは何回かやったわけでしょ、そうですね。はい。うん、ちょっとお互いいろいろと、はい。どんなところにデート行ったの、デートはですね、うん、最初にマックに行って怒られましたね。いや、でもこれは僕からの提案じゃないですよ。なんか、あ、そう、はい、なんか、どっかコーヒーでも飲みに行きましょうってことで、はあ、なるほどね、スタバ高いからマックでいいよってなってですね、いや、もう彼女、はあ、生涯彼女いないっていう方はやっぱどこに行ったかいいか分かんないんだ、そう、分かんないんですよ、僕公園で散歩とかしたいんで、あ、なるほどね、はい、ヨナミはどうする、はい、彼女ができたらどこ行きますか、どこですかね、うん、チャタン、チャタン、チャタンのどこ、はい、すげえ具体的、具体的に、まあ、アメリカンビレッジのところじゃないですか、アメリカンビレッジをブラブラしたいの、はい、ブラブラしたい、そっか、まあ、女性はどうなのかな、はい、どうなんでしょうね、まあ、さっきのミミリちゃんとかね、はいはい、メーグとか、はい、ユキちゃんも三名独身か、はい、他にいないよね、女性ね、他にいないよね、その子さんは主婦だからだよ、はい、その子さん女性扱いしたいぐらいだよ、はい、他に女性でないその他は朝もね、その弁作ってるぐらいの、ね、主婦でございますから、はい、バリバリの主婦ですね、彼女は除いて、はい、独身スタッフ3名だよな、ですね、はい、合ってる、後で
怒られてるじゃないよ俺。ここは濁しにしましょう。ここは間違ってもしょうがないけど、ヨナミスタッフだからね。大丈夫だよね。内内の人間ですからね。独身女性スタッフはこうやっぱデートってどこに誘われたらいいのかな。どうしたらいいのかな。そういったこうね女性リスナーの皆さんの、はい、メッセージもお待ちしてます。はい、うまいでしょ、はい、この辺持ってる。素晴らしいですね。いいでしょ。まだ持ってるでしょ。これはメッセージ送りたくなりますよ。自分で褒めるからね。誰も褒めないから。そんなあなたね、こちらまで、はい、メッセージはこちら761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで皆さんからのメッセージをお待ちしています。それからですね、ユーストリームはね、もう流行って、始まってるんですけど、はいはい、ですね、ツイキャスがですね、10分間のメンテナンスなんでね、あ、もう大丈夫か。今から、はい、じゃあ、いけるんじゃないでしょうか。いけるかな、映ってるのかしら。あ、投稿できました。お、はい、ツイキャススタートでございます。はい。はい、どんよりした、曇り空にぴったりな、スーパーマン太郎ちゃんでございますね。やめてくださいよ。そんな、曇り空の男みたいに言わないでくださいよ。はい。そして、AD は、ヨナミでございます。お願いします。3名でね、お届けしますんで、はい、皆さんからのメッセージを待ちしてます。まずは CM その1です。どうぞ。ツイキャスユースとアカモンマンやってますよね。うん。お、いや、どんよりした空気にね、ふさわしい男として、はい、ちょっと元気。そこをこう上げていくんだよ。そうです、ね。だからほら、はい、スーパーマンタロも全て剥奪されたでしょ。そうなんですよ。で、はい、そこから君はこう、はい、駆け上がっていったでしょ。いやもう。そここの番組中でもほら、はいね、やっぱりこう取り戻さないと。そこだけで。いやもう本当に昨年末からのね、うん、この。自分が何者なのかわからない状況結構しんどかったですね。ねえ、これ最初に、はい、まあいいや、これ番組中だよな、そうですね。はい。ありがちですね、この CM 中が一番面白い。そう。もったいないネタだからね。キャプテンイーグルも同じですからね。自分もあんまり知らされてないからさ。はい、そうですね。説明しないといけない。ちょこっと聞いたぐらいだから。どうなってんのこれっていう。そう。マスターのどこ行ったの？聞きたかったのよ、俺。これをじゃあこう、はい、まずは解明しようね。はい、まあ具体的に、まあ。大まかに言うともうここの4ヶ月別キャラクターだったの、うん、1ヶ月1年間の2015年の3分の1はスーパーマンタロウってない姿で過ごしたの。そうだよね、うん、その通りだ。ややこしいですよ。名刺はスーパーマンタロウのままですよね。アカウントもスーパーマンタロウだからね。フェイスブックはスーパーマンタロウのままなんで、うん、あ、今度これツイキャスしてない時に入ってるのかな。あら、実は流れてたんですよね。映像だけ映すんだよ。どうなの？これよくわかんないな。働きすぎて風邪ひいてしまいましたね。10秒前です。はーい。お、あと5秒でもいいですよ。いきなりまたオープニングトーク始まったけど大丈夫なの？え、なんでなんで またオープニングするの？大丈夫ですよ。大丈夫か、ヨナミ。さあ、本日も始まりました。ヨナミ、またこう第2のこうオープニングトークする？いや大丈夫だ、はい、失敗してこうな、大丈夫です、成長するからな。テンパらないでいいよ。もう今すんごい目がもううつろな状態だったけどね、大丈夫だからね。少し顔色悪くなった。CM 明けでございますね。ツイキャスもね、来てますんで、ね、紹介いたしましょう。ですね、はいはい、こっちからかな。はい。AKB ファンさんからです。はい。ゆきちゃん、かまどばあちゃん、おはようさま。あれ？これ前の番組じゃないですか。前の番組だな。はい、どっからだ？ここか。ゆきちゃんじゃなかったですね。そう、ゆきちゃんじゃないもんな。ですね。AKB ファンさん、はい、改めてね。はい、スティービーさん、グッモーニーン。ツイキャスト仕事しながらユーストリームがメインで聞いてます。あ、お、なるほどね。だからこうさっきこうお話ししてたんですけど、こう、はいはい、ツイキャス派の人もいるし、たまにこうユーストにコメントをされる方もいらっしゃいますからね、うん、ユーストの方もね、こうちゃんとこまめに見ないといけないと、はい、いうことでございますんでね、よろしくお願いしたいと思いますよ、はい。それからアッキーから来てますね。アッキーさんね、はい。スティービーさん、久しぶりにハロハロハロピー しますかっこ笑い、ありがとうございますね。
KB パンさんツイキャス切れてもコメントだけ残せます。あ、そうなんなの。それでこう切れてる時にね、はいはい、これ入ってるのね、ちょっと読みましょうね。お願いいたします。これ日賀さんでいいのかな。日賀さん、万太郎さん、はいはい、結婚をかけた試合、はい、今度はいつやるのですか。なんちゃって、なんちゃって、うん、ちょっと待ってて、そんなに頻繁に結婚かけて試合していいもんなんですかね。やったことあるの。いや、だからその昨年末ですね、うんうん、まあ、話せば長くなるんですけれども、うんうん、簡潔に言いますとですね、うん、昨年12月 の、はい、大きい大会で、うん、僕とハイビスカスミー選手の戦いにですね、はあ、まあ、決まっちゃったんですけども、はあ、僕が勝ったら、うん、ミー選手と結婚できると。マジか。負けたら、うん、あんた引退しなさいと、ほう、という試合がありましてですね。これでどうなったの。普通に負けましてですね、ボロ負けになった。もうスコーンと負けまして、はい、その場ですごいハイスピードの引退式が行われまして、僕一回引退させられてるんですね。させられてるか、まあ、僕が了承してるんです。そこで万太郎くんがこう、はい、消滅したんです。消滅したんだ。はい、でその翌週のそのファン感謝イベントに、はあ、潜り込みまして僕、うん、引退はしたんですけど、なんか、はい、はい、お好み焼きかなんかをこう、そうそうそう、ハンバーグです。ハンバーグか、はい、ハンバーグを30食完売したら、完売したら考えてやらんこともないということになりまして、こう温情判定がこうグループさんからこう、はい、出されたのね。はい、ははは、もうまあこねにこねまくりまして、うん、でハンバーグ売れまして、お、はい、すごいね。ただ、うん、あんな大々的に引退したんだから、うん、すぐに復帰したらダメだと。あ、なるほどね。まずは研修期間として別キャラクターをやりなさいと。うん、はあ。ということで、君は今日からアワーモディオだと。はい、ってなる。いきなり、はい、いきなりアワーモディオになりまして。はあ、はい、アワーモディオね。年明けから僕、うん、アワーモディオとして戦ってたんですね。はあ、はい、激動の、こう、年末年始だったわけね。はい。そして、2月の14日にまたビッグマッチがあったんですけれども、はいはいはい、その時またスリーウェイマッチで私また負けましてですね、うん、リング上で佐々木隆選手、まあ、ゲストでね、うん、フリーダムズの代表を探す佐々木隆選手に、うん、そもそもお前はなんで泡盛になったんだと、うん、はい、もうお前泡盛飲めないだろうと、うん、それはおかしい。僕、泡盛得意じゃないんですよ。それ泡盛飲むと潰れてしまうので。偽りがあるよな、カンパにな。泡盛、ね、うん、用なのに泡盛飲めないのはおかしい、うんうん。俺が名前を変えてやると。ほう、お前は、そうだな、陳、うん、ソタロだって言われました。そもそもなんで他団体の人に僕、キャラクターを変えられたんだろうっていうのはあるんですけど、はあ、そこで私、バレンタインデーから陳ソタロになりまして、はあ、はい、あ、そう、はい、反論、変節していったわけね。はい、そうです。で、反論する間もなく、僕、その日は東京に行かなきゃならなかったので、はあ、自分の試合後、そのまま、もうコスチュームのままで東京に渡りまして、うんうん、じゃあ果たして僕はどうなってしまうんだろうと、ま、というまま先日迎えまして、はい、でチーズホタロどうしても嫌だったので、その旗揚げ2周年記念大会までに1回勝てば、うん、万太郎の体のパーツが1つ返ってくるという、はい、ここなんだな、僕がこう、はい、グル君さんから聞いたやつは、はい、なんか中途半端な格好してなんか Facebook に映ったりしたじゃないですか。そう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 、ちょっとずつ服が増えていってるという、はい、もともとね、はい、万太郎ちゃんのコスチュームは全身タイツなんだよね、はい、そうですね、黒、真っ黒い真っ黒のこう、はい、手足も全部こうはい、タイツになってるわけや、はい、ショッカーの戦闘員とか、あ、そうそうそう、はい、クーバーをイメージしてもらえばいいかもしれないですね、うん、はい、そんな感じだったのがこうまずはほら普通のショーツみたいな感じだったよね。そうですね、プロレスラーをイメージする時の黒いパンツ一丁に、そうそう、まあ、靴という格好になりまして、うん、はい、そこから万太郎のコスチュームが一つずつ返ってくるという、はい、文字通り裸一貫から、そうなんですよ、そう考えたらすごいですね、裸一貫からやりましたよ、アニメのドロロのように、そうなんですよ、一つ一つパーツをこう取り戻していくっていう壮大なストーリーだったのね、はい、一種の百鬼丸状態だったんですよ私は、はい、ただなるほど、ね、最初はもうみんなで笑いながらやってたんですけど、うん、終盤になるに従って、うん、僕自力で取り戻せてなくて、ほとんど、はーはーはー、タッグパートナーが勝っても取り戻せるんですねなんで、はい、それは他力本願っていうやつか。そうです、そうです。この間の土日で完全に2つパーツ返ってきたんですけど、うん、それどちらとも僕何もやってないですからね。ああ、はい、なるほどね。僕はどっちかって言ったらやられてたんで。棚ぼた方式なんだ。棚ぼた方式でしれっとパーツ返ってきて、はい。なるほどね。そもそもファンの方が、あ、いつの間に戻ったのって言ってます。ああ、そっか、はい。いや、でもそれは良かったよね。もう、そうですね。もう引き算はない、はい、ないんだよね、今のところ。ないはずです。はい、ないはずだよな。多分なんかまた次の大きい大会の時に何かあったら嫌ですけどね。もうこれ以上万太郎じゃなくなるのはしんどいですね。しんどいよな、はい、もうやっぱ万太郎グッズも売ってるわけだからね。そうですね、僕チンスコ太郎なのに万太郎 T シャツ着てうろうろするとかそういう状態になってたんで。チンスコ太郎のグッズはなかったの。なかったですね。あわもりおグッズもなかった。あわもりおグッズも、あ、でもあわもりおグッズ、うん、先月ですね、3月の頭にビーチパーティープロレスっていうのを、うん、大阪で、原っぱプロレスっていうのを主催してる、はあ、方々と一緒にやったんですけども、はあはあ、そのグッズを作ってもらったんです。僕らも、はあ、流暢ドラゴンからも何名か参加したので、うんうん、はい、その T
シャツには泡模様でプリントされてるんですよ。あ、そう、幻の幻の泡模様でプリントされてるんですけど、はあはあ、その T シャツが出来上がった翌週に僕チンソコ太郎になってしまったんです。お前どうすんだよこれって言われました。はい、これはすごいこうあるだよね、はい、あのなんていうのこう、はい、判決問題とかにもあるそうですね。かなりかなりレアな状況になってまして、ねはい、だから僕サインが増えたんですよものすごく。あ、はい、なるほど。スーパーマン太郎と元々のスーパーマン太郎と、はい、アワモディオとアワモディオとチンスコ太郎チンスコ太郎、はい、で僕もうたまに分かんなくなっちゃうっていう、はい、どのキャラか、はい、一応キャラ設定もあるの。いやないです。もうほぼ同じ人格です。あ、はい、もう喋りも一緒と、はい、一緒なんですけど、うんうん、何かしらちょっとふわふわとしてました、うんうん、あのまだ自分をつかめないままキャラが変わってしまったんで、うん、はい、なるほどね。ややこしい話でございます。ややこしい。ただもうね、うん、19日で私、うん、あのスーパーマンタロ戻ったので、あ、戻ったと、ね、はい、元通りのねポンコツ野郎として一生懸命生きていきますよ。自分で言うのポンコツ野郎ってね。もう言っていかないとやっていけないというね。ね、はい、どんどんこうツイキャスが来てるのでね、はい、あ、紹介しましょう。アッキーさんからね。はい。テカテカスティービーさんの、お、なんだ、あ、マネージャーらしき人物がこの前信号待ちでいきなりドアを開けて降りて何をするかと思ったら、曇り止めを塗って青信号になってさりげなく去っていった時はびっくりしたんだ。幻じゃない、まあね、春の幻だと思うんですよ ね、 よくわかんないよね、はい、新機能の一種じゃないですか。、ね、僕の前の彼女と同じですよ、AKB ファンさん、はい、あーはーはーって笑ってます、はい、あーはー、これみゆさんかな。あ、いつもお世話になってます。万太郎さんの声だーって、ほら、万太郎ちゃんファンいるね、女の子。それこそ前、うん、北海道から。ああ、そっか。はい、そう、まあ、前田歌子さんのね、ラジオで、僕のことをね、うん、知ってくださって、琉球ドラゴンも見てくださってるので。そうか、そうか、はい。ね、前はこう違うアカウントだったんだよね。あ、そうかもしれないですね、もしかしたらね。そうそうそう、そう、はい、ね。嬉しいですね。アッキーさん思わず爆笑したよって過去はね、はい、いや、よかった、はい、僕も未だに自分の状況を客観的に見たら面白いなと思うんですけど ね、 ね、はい、いや、もうでもやっぱそんなこう試練もありつつですよ。そうですね、はい、万太郎ちゃん、あのヨナミーさ、はい、彼一応プロレスラーなんだけど、はい、一応って言わないですね、一応2年間やってきましたよ。お、そう、そうなんですよ。今年で2年目2年です。満2年になる、満2年になる、はい、満2年プロになって、はい、はい、それまでは練習生だったんだよね。そうです、そうです。もう練習生になったのはその2年前の、まあ、うん、3年前の12月になるんですかね。あ、じゃあ、はい、約1年間は練習生だったのね。いや、もう3ヶ月ぐらいです僕。あ、3ヶ月ぐらい、はい、あなたすんごいラッキーだね。そしたら、ね、すごいラッキーです本当に、はあはあはあ、多分練習生を続けてたら多分、うんうん、プロレスラー慣れてなかったと思います、ね、はあ、でそのこう他団体でこう、はい、まあ、県外でね、そうですね、あの、はい、練習生をやってる時にグル君さんに出会って、その旗揚げの話がその団体に来まして、はあはあ、何ヶ月か、うん、人手が足りないから、まあ、何ヶ月かこちらに来れる人間いないですかっていう話が来まして、うん、はい、みんな普通の生活のことを考えて、まあ、ちょっと厳しいですねって言ったんですけど、はい、僕、はあ、あ、全然行きますよっていう、はあ、その返事をしてしまいまして、はあ、はい、でグル君さんと面談しまして、はあ、じゃあ4月から来てねってことで、はい、最初は 3,4 ヶ月って話だったんですね。ちょっと待って、こう、はい、プロレスラーっていうのは一応体資本じゃない、はい、技とかね、こんなのもあるさ ね、はい、例えばあの相撲だったら新弟子検査とか、はい、そうですね、はい、あの体格とかその辺とか、はいはいはい、ちょっとこういろんな、まあ、立ち合いとかさ、 そうですね、そんなのもやるじゃん、はい、そうですね、あの面談だけだったの。いや、でも僕はちゃんとその前のその団体で入門テストを受けてますから、ちゃんと。あ、はい、あ、じゃあそれはもう、はい、あの規定にクリアしてるっていうことでいいのかな。まあ、あの無理くり入り込んだっていうところは、あの体力テストに関しては、うん、あの首をかしげられたんですね。まあダメかなっていう顔されたんですけど、ちょっとじゃあお前なんかやってみろと、うん、アピールタイムを設けるから好きに自分をアピールしなさいってことで、うん、その前の団体 の、 そのレスラーたちが全員もその日の大会前にあのテストだったんで、ゾロゾロと集まってきて、うん、今からやれと、でリング上に上げられまして、うん、はい、でそこであのなんか披露しなきゃならなかったんですね、体力テストの後に。でそこで僕があのやったのが、うん、ハクション大魔王の最終回を、うん、狂言で表現するっていうのを、うん、もう1話丸々やったんですね、うん、はい、それをあのみんなに止められながらやったところですね、はあ、とんでもないアホが来たということで、はあ、はい、面白そうだからあの入れちゃおうってことで、はあ、入門テスト受かりまして。なるほどね、はい、やっぱなんか一芸披露みたいな感じで入れたんだ。そうですね、あのプロレスラーとしての規定かどうかわからないです。やっぱ体格的にも身体能力的にも、うん、多分普
通であればあの、ね、カットされるものなんで。ちっこいもんな。ちっこい、ちっこい。何センチぐらい？165センチないですね。え、ないの？はい。調子いい時は、あの、165センチ。まあでも、はい、メキシコの子、ルチャリブレなんかは、そうですね、もっとちっこい選手もいっぱいいるからね。まあ、うん、最近はね、身長制限もなくなってきてるので、うん、小さい選手も、多いんですけれども、うんうん、それはまあ、運動神経のいいこと、込みの小ささだったりするので。まあ、こう素早い動きとかね、はい、アクロバティックなっていうのが、はい、どちらも。ルチャリブレはね、売りだからね。はい、どちらもできないんで、僕。うん、はい、もう膝の靭帯。言うな、できないって。いや、膝の靭帯切れてるんで、僕も。グズグズなのグズ、はい、あのね、はい、彼はプロレスラーだけどさ体弱いわけよ、はい、そうです、うん、もう今も風邪ひいてますからね普通ほら、はい、プロレスラーはね、はい、試合でこう激しいこう試合 で、 そ、 うです、ね、その技を食らってこうなんかこう怪我をして大怪我をして、はいはい、長期離脱っていうのあるでしょ、はいはい、まあ、プロ野球選手とかも同じだったね、はい、スポーツ選手になりがちなそういうこう試合とか練習とかのあれなんだけど、はい、全く違 う、 こう肺炎になってあの日基本的に日常生活でダメになってしまうパターンなんですよ ね、はい、ね基本的に体を削り心を削り生きてるので、はい、なんでそんなこう体調悪いのあなた。いや多分元々のメンタルのナイーブさが影響してると思います、ね、うん、あそう、あの心の揺れ動きに体がすぐ反応するという。あ、メンタル面が弱いのか、まあ、メンタルも弱いしもともと体も弱いので、うん、なるほどね、はい、まあ、その辺バイオリズムってあると思うからね。そうなんですよね、うん、雨が降るとねもう体調すぐ悪くなります、うん年寄りかいや低気圧来るとね落ち込むんですよ気持ちの体も。お年寄りがこう、はい、なんかほらあの天気が悪くなると神経痛がこう、はい、痛くなるとかね、そう自律神経がねそうそうそう、はい、とかってあるけど、あそれ僕も同じですよ。君はまだピッカピカの20代でしょ。25歳ですね。すっごい青春真っただ中の選手だよ。本当はねもう寝て起きたらもう元気になるはずなんですけど、うん、あの寝るたびに体力が失われてる気がするマジかよ、はい、僕今日は睡眠障害なんで僕ね本当に、はい、あの寝言がひどいんですよ、はあ、多分寝てないんですよ僕の脳は。はあ、はい、謝ってるんですよ寝てる時寝言で。すいませんすいませんってすいませんすいませんって言ってるらしいんですけど、リアルな日常がもうそのまま寝言に出てるってこと。そうです、チケット売り出すんですよ寝言で。そう、はい、チケット売ってスポンサーを取り始めるんですよ僕、はい、謝りながらなんかしでかした上でしかもチケット売ろうとしてるんですよ夢の中で。もう、はい、もうリアルとこうもう、はい、もうシンクロしてるんだね。おそらく僕夢の中ではなんかパラレルワールドかなんかで同じことをしてるんじゃないかと思います。あ、もう普通はほらね、はい、睡眠っていうのはリラックスしてね、はい、脳を休める時間なんですけど、休める時間帯だけど休まってないんだ。起きるともうどっと疲れが出てるんです、ね、あ、なので僕が休まる瞬間はおそらく今後来ない。そう何の話でしたっけこれというプロレスラーです。あー、なるほどね、まあ、はい、そんな万太郎ちゃんでもいいという方はですね、彼女立候補したいという方はこちらまで。彼女プロジェクトがここでこちらまでいやいや、やるよやるんですか。パクリ大好きだから僕人の番組のパクリ大好きだからやりやすいですよね。フォーマットができてるとやりやすいですよね。そうそう、適当だからね。この番組何の企画もないからねこっちでできたら気まずいでしょ候補者現れたら嫌ですよね。いやでもほらできたらな、人間ほらどんなきっかけが分かんないでしょ、はい、そうですね、きっかけどこに落ちるか本当分かんないですから。はい、分かんないから、はい、もしかしたら、はい、この番組の前のね、うんうん、パーソナリティやってる、はい、ゆきちゃんじゃないよ、はいはい、かまどさんがね、はい、ちょっと待ってください、ゆきちゃんでもなくかまどさんですね。そうそう、かまどさんが、はい、いい青年だね。さっきも声かけてたさね。そうですね。ね、はい、なんか被ってないと分かんないねって言われましたね。うん、被ってない時可愛いねって言われてるから。はい、ほらもしかしたらこう言い寄られたらどうする？かまどさんが死んだはずよ。ちょっと待ってくださいよそんな。え？いやなかなかあれだけ年齢を重ねた人とは僕話合わないです。なんで年齢カップルって今流行ってるじゃん。極端でしょ。今日もあの加藤茶とあのねおっさんと35歳。年下のあれあれはうまくいってないでしょあそこは。いや言ってんじゃん、なんかもう去年はもうすんごいこうきつかったと。それあれは加藤ちゃんもほら体調悪かったっていう、ね、はいはいはい、体調悪かった原因でしょあの奥さん絶対。だから奥さんの方に助けられたっていうわけさ、はい、かまどさんにすごくケアしてもらってね、はいはいはい、そうですね、かまどさんのケアしなきゃダメでしょ。そしたら僕かまどさんのすごい知恵袋でさ、はい、あこんな時にフーチバ飲んだ方がいいとかねこう体元気になる、新宿薬飲んだ方がいいとかってほら、はいはい、そしたらほらもう体調面もパワーアップできるよこれも養子になった方がいいんじゃないですか僕養子になるか、はい、普通にお手伝いさんになった方がいいですよそしたら。なるほどね、はい、すいません、かまどさんこうな、はい、あの勝手にこうあの、はい、振られたみたいですいません、ね、いや別に振ってないですよかまどさんそんな勝手に僕とかまどさんをくっつけようとしちゃって、ね、はい、ツイキャス来てますよ、はいはい、ありがとうございます、みゆさん、
プロレスを見るきっかけが万太郎さんです。素晴らしいですね。ほらおかしな話ですよ。万太郎ちゃんもこんなほら、はい、世の中にこう影響を与えてんだよ。なんかのきっかけになれたら嬉しいですやっぱり、はい、すんごいね。なかなか僕が入り口でプロレス見始める人っていうのはレアだと思いますから ね、はい、そうかもしれないですけど僕はもう本当にあの最北端みたいなもんなんで南にいますけど、はい、みゆさんからね、はい、万太郎さんには万太郎さんにしかない魅力がありますから、はい、なんとほら、ね、みゆちゃんみゆちゃんも立候補したら、はい、それはいいですって多分すぐ言うと思いますよ、きっと、はい、ねえみゆちゃんね、もう、はい、もう一つ来てますよ、はい、万太郎さんのことが知りたいならまずはプロレスを見てもらうのが一番ですか。これなんてこんな素敵なね、素晴らしいじゃない。ほらうまいですね。うまい。アシストもほらやってくれてるよ。なんていい子なんでしょうね。いい子だね。北海道の遠一からね、はい、遠一からねモデルさんになれてよかったですよ。この間誕生日の時にね偶然僕ラジオ出てて ねモデルさんからこんなって言われてるのよ、はい、素敵な話ですよ本当に、ね、だからもう頑張らんとな万太郎ちゃんな、ね、きっと 今いますよ、僕に会う人も絶対 ねお姫様抱っこしてダッシュしていいよって言ってくれる人がいるはずなんですよねえ、はい、あのさ、はい、あの今日本当はこう崎山優が来る予定だったんで、はいはい、優の曲かけるつもりだったけどないからさ、はい、スーパーマンタロウの出囃子があるわけ。出囃子、出囃子というかこう、はい、挿入歌ってなんていうのあれ、はい、あれスーパーマンって曲ですもん。スーパーマンっていうのはちょっと、はい、1971年のアニメの曲です、ね、アニメの曲なのよ、はい、おそらくなんかアニメっぽい感じのやつがあれば出てくるはずです、ね、日本語の歌、はい、日本語の歌、それらしきものがあるんだったらとりあえずなんかかけよ。そうです、ね、スーパーマンにちなむ曲ね、はい、万太郎だけどスーパーマンに一位なむ曲しかないと思うからね、はい、でも今まあもしあれだったらあの阿波盛雄の入場曲は探せば出てくるかもしれないですね。あ、そう、やちむんさん あの一生売れない心の準備はできてるかで、はい、ここ4ヶ月入場してたんですよ。なるほどね、はいはい、一生スーパーマンはない。スーパーマンはなんかサザンの曲、サザンの曲、僕サザンって柄じゃないです。ロックンロールスーパーマンっていう、ああそれはちょっと違うな、ね、じゃあ何こう学校で目立ったんです。やちむんしげきなすさんですね、うん、やちむんでこう、沖縄のアーティストね、はい、ひらがなでやちむんだったかな。そうですね、うん、一生売れない心の準備はできてるかって調べてもらったら出てきたらいいな。さあこれレアな曲だと思うからな。そうですね、はい、やるの歌はすごいメジャーだけど、やるですね。そう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 、はい、これ出てくるから、あほらかまどさんがいたよ。かまどさん、かまどさん気をつけて帰ってくださいね。かまどさん、万太郎ちゃんがあのお付き合いしたいって言ってますよなぜなぜ、かまどさん、かまどさん、万太郎くんがね、あおばちゃんかまどさんとお付き合いしたいって、彼女になってって、あらって驚いた顔しちゃったじゃないですか今。彼女になってって戻ってきた、戻ってきちゃったかまどさん戻ってきちゃうでしょいやいや戻ってきていいんじゃない、いいのかな、公開告ったらもう、ね、僕発信じゃないでしょ。してくださいね、気をつけて、ツイキャス見てくださいね。ね、はいはい、うんて、はい、これ。気をつけて。娘さんが一緒に来てるじゃないですか。ね、いやいや、もうだから、もしかしたらね。そうですね。出てきそう？一生ないですね。一生ない。一生ないですねって言われる。一生ないっていうのは、一生あの、一生ないですね。彼女がないっていうような感じが。いや、万太郎一生売れないっすね、みたいな。まあまあ、でも、やちむんの曲はなんかあるでしょ？やちむん。八村さんなんでも僕好きなんで、うん、ね、はい、まあもうそれじゃかけようよ。そうですね、阿波盛雄になるっていう時に僕、ね、その年末に、あの那覇 の、うん、あの串焼き屋さん、もつ焼き屋さんで、その八村さん の、 あの投げ銭ライブやってもらったんですよ。ほうほうほう、スーパーマンタロー改め阿波盛雄襲名会見みたいな感じを、マジですか、はい、あの皆さんでやってもらいまして、そこでその一生売れない心の準備はできてるかを聞きまして、うんうん、なぜか涙腺が潤んでしまいまして、マジ、はい、でアイスペールで泡盛を飲み出して潰れるという、はい、なるほどね、はい、酔っ払ってなぜかねマスクも取るという暴挙に出ましたけど、はい、そうか、はい、マスクも取られちゃったの。いや自分で脱いだんですよ。取れちゃった、はい、泣きながらまず上を脱いで、はい、グルグンさんとなぜかチョップの打ち合いになって、あそう、はい、でマスクを脱いで、おお待て待て待てって言われました。やちむんがない。ない、ないです、はい、もう君はね、はい、運に見放されてるよ。やめてくださいよ。じゃあブルーハーツでいいです。ブルーハーツ、はい、もうなん、はい、さっきのサザンでいいじゃない、もう。スクールオブスーパーマンでしたっけ？なんとかスーパーマン。学校では全然サザンにしよう。やっぱサザンにします。ちょっとでもあの、はい、被ってる方がいいじゃん。そうです。スーパーマン被るのはいいじゃないですか、ね。スーパーマンではございません。スーパーマン太郎ですか。そうですね。スーパーマン太郎です。ね、スーパーマン太郎でございます、はい。スーパーマン太郎ではないので。うん、はい。ね、ウルトラマン太郎でもございます、ね。よく言われるんですよ。ウルトラマン太郎さんでーすたまに、はい。大丈夫。はい。はい、お、どういう曲なんだ。スーパーマン、ロックンロールスーパーマンっていう曲です。お、ロックンロールスーパーマン聞いてください、どうぞ。
ちになっちゃうんですね。で、はい、まあこの、 あの告知をこうやって、はい、これたっぷりやってさ、はい、でゴールデンウィークほらなんかあの、ね、ミュージックタウンであるって言ったじゃん。あります。あれもちょっと告知しよう。あれと、ね、あと5月6日にも三郷児童園でやるんですよ。あ、まあ、じゃあ、それ無料イベントなんですね。はい。ほいでさ、はい、もしそっち時間だったら29日公休日なんだけど、はい、29ですか、うん、水曜日僕29日に、うん、東京に行かなきゃなんですよ。あ、じゃあ残念だな、はい、ライブがあるからさ。あ、そうなんすか。ちょっとなんかいろんな普天間であるから中部地域なんで、はい、告知とかなのが今家賃もまだやったみたいできるかなと思った。まあいいやいいや、次でね。はい。そっか、東京、あ、営業で行くの？あの試合です。あ、素顔の。あ、僕、中の人デビューしたんですよ。あ、そう。はい。なんで、実はさっきサイン3つって言いましたね。サイン4つあるんですよ。イーグルさんと一緒じゃん。そうですよね。イーグルさんもそうですけど。はい。僕、急激にサインが増えたんで、自分の中の人のサイン定まってないんですよ。月に1回しかないんで、サインが。あ、そう。あれ、どういうのだっけってなって。あ、そう。もう完全に全部ひらがなにしました。失敗しないようにね。そうです。そして僕の失敗といえばですね、うんうん、この番組出るよって何もつぶやかなかったっつって。誰だ、今でつぶやきなよ。今出てまーすって感じます。番組中に出てまーす。また30分切ってるのに。そういいよ、まだまだまあ、はい、ね、20分ぐらいあるから、はい、大丈夫。FM 講座、グッドモーニング講座出てます。聞いてね。聞いてね。あ、これか。あ、すごい業務連絡みたいになってしまう。FM 小座、グッドモーニング小座出てます。ツイッターに書きました。皆さんでも聞いてくれてて嬉しいですね。だからね、いつもラジオ聞いてくれてて嬉しい。ね、万太郎ちゃん今日、はい、でも別にこう告知してないんでしょ。そうです、そうです。でもみゆちゃんはじゃちゃんとチェックしてくれてるんだ。いや、嬉しいですね。すごいね。ずっとラジオ、なんかずっとあれですよ、きっとツイキャスをラジオ聞くのが好きな子なんでしょうね。いろんなラジオも聞いてくださってるみたいです。僕の、FM ヨミタンさんもラジオもたまに聞いてくれてますからね、うん、そう、はい、嬉しい感じです。あれはもう、週一万太郎ちゃんがやってるの代わりがありやった。僕がグルクンさんですね、今は。あ、そう、はい、まあ、イーグルさんだったらミーさんもいたんですけど、うん、ミーさんもちょっと引っ越しがあってヨミタンから遠くなってしまったので。あ、そう、はい、そうなんだ。ここ数ヶ月は僕が出てることが多いですね。チンスコ太郎と泡盛用のマスクは、うん、視界が狭いのでカフが見えないんですよ。なんで、この正面のその、表示とかを見ながらこのメッセージを読みながら下のカフを上げなきゃできないんです。こうずらして見てこうしちゃいけないんで。あ、はい、これはまだ広い方なの。これはもう下とかも見える。そっか、はい、これはもう大きくないもんな。そうです、そうです、はい。で、視界もちょっと狭いんですけど、うん、なんならこの網目がちょっと大きいんで、はぁ、はい、読みやすいんですよ。なるほどね。で、面白い。その下の原稿とかがあるんで、そのお知らせの原稿が読めないんですよ。こう、視界に入ってくるところまで持ってこないと読めないという。あ、それはこう、覆面レスラーならではのあれだね、はい、そうですね。でもみんなうまくやってましたからね、グルクンさんの衣装。グルクンさんはどうだろう、こう視界やっぱ狭いのかな。いや、でもグルクンさんのやつは目が開いてるんですよ。これ見ると分かるんですよ。あ、そうだよね、割とメッシュが入ってないんですよ、ね。あ、そっか、はい、そっか、メッシュが入ってる入ってないでもまた全然違うよね、はい、僕のマスクに関して僕メッシュが開くと目が見えるとなんかダサいんですよ。あ、そもそもダサいのに弱そうになっちゃう、ね、はい、変やなって言われました。ミさんはその営業用のマスク作ってくれた時に最初はメッシュなかったんですよ。メッシュなしでかぶったら、なんか変やなって言いました。なんかメッシュじゃなくて、スモークみたいなのもあるじゃん。ああ、そうですね。でもあれも、多分基本的にはメッシュのやつなんですよ。あ、そう、はい、アーミーミアがどっちにしても曇ったりするよな。ああ、まあでもスモーク自体は、あれは多分そのヒーローものとかのやつのスモークだとしたら、まあそうですけど、マスクに関しては布なんで基本。あ、そう、はい、スモークもだ、要するにこう布なんだ、布地なんだ。前によるかもしれないですけど、僕そんなにマスクわかんないですけど、僕のやつは全部メッシュです。だってもうこんなこんなのが格子が入ってるわけでしょ、うん、視線に、はい、はあ、そこそこちらちらしてます。大変だね、はい、暗闇は見えないです。
夜道が怖いんですよ。コザの街中の夜道、あ、そっか、ぶつかるんですよ。営業するときはこれだもんな。はあ、いちいち脱ぎ差ししてたら大変だもんな。かぶったまま動いた方が、あの道でお客さんがチケット買ってくることがたまにあるんですよ。そういうプロレスが、ああ、そう、酔っ払ってたら、はい、面白いだろ、買うよっつって言うのがある。そうそう、中野町でよくあります。あ、そう、僕プロレス大好きだから。マジか、はい、あ、なんか知らかしました、大丈夫ですか。すごい怒った顔で。 CM 中だからいいです。いい、あの番組の、この番組の宣伝を作るんですけど、こんな感じで作ったんですけど、どうですかね。あ、いいよ、うんうん、適当で全然大丈夫。あのゆいちゃんの声も入れて、うん、あ、そうだね、じゃあ来週一緒にいるときに撮った方がいい。なんなら僕も出ますよ。そうですね、なんで言いますか、そう、順番とか後ろでこう、あのうっすらとスパーって言いますよ。今撮っときます。今撮りますか、じゃあスパーって入れてください。FM の講座を侵略しますよ。面白いよ。いいですね。CM によっても結構レベルがあるね。撮ってる環境が違うはずですよね。それ10秒前です。はい、さあ、ということで、CM 明け、どうしましょう、もう株上げとかないと CM の時はな。今ちょっと今上がりましたね、今ね、僕すぐ入るからね。はい。さあ、ということで公開ラベナス、はいはい、でもね、こんなしてからさ鍛えられるから、あ、このパーソナリティの間はこんななんだとかね、みんな間が違うからな。そうですね。急に喋り出す人もいればね。、はい、そうそうそう、じーっと待って、はい、食べて喋る人もいるからね。あ、スティービーさんのこの間なんだって、もう CM 明けすぐポンって入るからね。はい、緊張感、公開ダメ出しのこう、はい、今こう落ち込んでる、はい、ヨナミでございます。少しずつ目が座ってきてる。そう、だってヨナミ考えてごらん、はい、全否定されてこうキャラクターまで変えられるんだよ。はい、僕1時間番組で、うん、もう序盤からその全部本音を出せって言われて、本音を出したら気持ち悪いって言われて、一つ一つ取り戻してきてようやく復帰してるんだからね。これぐらいなんともないよ。はい、もっと明るくいこうぜ。はい、僕も一人でラジオやってますから大丈夫です。はい、さあ、ということでね、万太郎ちゃん、今日はね、こう大事なお話をするために、ね、そうなんですよ、来てもらったんですけど、はい、今日は何でしょうか。なんとですね、はい、4月の26日、はい、今週の日曜日なんですけれども、はい、なんと琉球ドラゴンプロレスリング旗揚げ、ついに2周年を迎えます。イエーイ、パチ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 。いやー、あの2年前にね、旗揚げしまして、うん、はあ、その時はね、稲形選手もたくさん増えまして、増えたね、うん、もう生え抜きの選手も増えた中での旗揚げ2周年でございます、うん、なんとこの大会には特別ゲスト、うん、豪華なゲストが来てくださいます。ちょっと待ってよ、あの大体さ、大きなゲストが来るのは、はい、半期に1回ぐらいさ、そうですね、なかなかそうないものなんですけど、高山さんとか、そうですね、藤波さんとか、はい、ね、こう半期に1回でしょ、はい、1人、まあ、年末と8月とだったんですけども、ね、なんと、うんうん、昨年末12月に引き続き、お、天竜源一郎選手、ウリガー、そして、昨年の旗揚げ1周年以来の参戦になります越中志郎選手、来るってんの、来るって、来るって、この2人がなんとタッグを組みます。マジかよ、天竜越中組がカデナ、ネーブルカデナに現れます。必殺のヒップ、なんだったっけ、ヒップアタックも見れます。ヒップアタックも見れるの、もう全部見れますよ、きっと。マジで来るって、マジで来るんですよ。はあ、大変なことになっております。大変なことだよね、会場きれいにしないとっていう。だって越永さん一回来たんだけどさ、はい、越永さんのファン、芸能人もいっぱいいるじゃない。そうですね、だってアメトークでさ、はい、越永芸人っていうのもあったぐらいだからね。剣道小林さんが剣小林を筆頭に、はい、押して、はい、そうそうそう、いっぱいいるんだよね、はい、なんとかだってっていうのがね、はい、口癖でね。そうです、あのアメトークで、うん、アメトークで人気になって、で、うん、またその琉球ドラゴンプロレス出てから、はあ、結構越永さんの試合が増えたんですよ。はあ、本人が多分プロレスまた楽しくなってきたんだと思います。マジですか。はい、はあ、その2人がなんとタッグを組みまして、元 IWGP 大久保大作組ですよ。マジですか、はい、IWGP といえば、
そうです。新日のあの、はい、日本さんが作った、はい、この元チャンピオンですよ。ですよ、はい、はそしてこれ対しますが、対しますが我らが、うん、クルクンマスク、そして、うん、若手のホープ大抜擢首里城でございます。はい、首里城なの？城が、はい、マジですか。まあ、これまでね、城はいろんな選手、まあ、あの外部の選手との、あの、まあ、本当にあの強い選手との対戦が多かったんですけど、はい、今回はその最たるレジェンド2人に対抗することになりました。だってどっちがこう、はい、なんていうの、リングインしても、はい、むっちゃすごい選手だよ。とんでもないです。そこの場に上がるっていうね、そのプレッシャーも感じてほしいですし。はあ、いや、萎縮せずにね。だってさ、はい、天竜さんと御年おいくつになるのかな。はい、ですね、65になるのかな。55か、55じゃないな、53歳が10年ぐらい前ですからね。ジャイアント馬場さんと一緒に出てたんだよ、はい、そうです、そうです。ジャイアント馬場、うん、アントニオ猪木から唯一ピンフォール勝ちを奪っている日本人です、うん、もうレジェンドだよ。もう最強の日本人レスラーですよ。元大相撲出身のね、はい、元前頭筆頭ですよね。え、はい、僕はそれには賛同できないですよ。もう腰切っちゃうんで。あれデスボイスって言って、はい、これもすっごい今もういろんなバラエティ番組で引っ張りだこですよ、はい、なんと激戦の男でございます、ねはい、知ってる天竜源一郎さんって、はい、ご存知ご存知ご存知皆さんご存知、はい、今自分で知ってますっていうのをなんかうまく喋ろうとしましたね。腰中さん知ってる、あのアメトークで、ね、あーやっぱね、アメトークやっぱり知名度すごいですね、はい、その二人が一緒にいっぺんに来るんでしょ。来てくれます。だってリュードラ始まって以来だよね。そうです、ビッグゲストが二人っていうのはなかなかなかったですね今まで。はい、これはこうもう2周年のね、そうですね、旗揚げ2周年、わこれすごい記念大会になるね。天竜さんが今年の、うん、年末11月かな、うん、で11月で引退を発表されているので、うん、マジ、はい、じゃあもう最後かもしれない沖縄では、はい、もう去年の12月でもうこれは最後かなっていうふうに思ったんですけども、はあ、またついに呼んだら来てくれたという、タイミングが重なりましたので、ぜひぜひこれ、はい、内地からも大和からも来るね。ですね、沖縄で見れるのも最後だと思いますので。内地でこの2人で一緒に行ってあんまないでしょ。なかなかないですね。ないよね、はい、これプロレスファン必見だよ。必見ですね、この2人の組み合わせっていうのは、はあ、おそらく今年のキーにもなるかもしれないです。もしかしたら、ねはい、もしかしたらヤフーニュースで出てくるかもしれないよ。ありえます ね、 ね、皆さんヤフーニュースに載るような、ねはい、ぜひぜひ。そんなすごいこう、はい、プロレス記念大会、はい、いつだっていうの。4月の26日日曜日、場所はネーブルカデナ、カデナアディーナ、試合開始は昼の3時からとなっております。こちら、最前列がすべてね売り切れてしまいましたが、うん、指定席がまだ若干数ございます。私のポケットといいますか、カバンの中にも入ってます、はい、こちらが4500円ね、前よりね、はい、自由席が3500円、中高生シニア、また、障害のもある方の、うん、チケット自由席が2000円、はい、小学生は500円、うん、また小学生以下のお客様は無料となっております、うん、はい、はい、当日はもう各500円増しになってますので、はい、そうですね、小学生以外の方のチケットは500円増しになりますので、お早めのご購入をお勧めします、ね、これね、もう毎回こう、はい、グル君さんもねこう、はい、ちょっとこう、ね、こう悩んでらっしゃるんだけど、沖縄の人って前売り、ね、はい、そうなんですよ、なかなか買わない人なのよ。もう今週に入って注文が増えてくるね、こう、はい、明日ぐらいになって、はい、がチケットはみたいなね、あるんですよ。ね、あるよね。行けたら行きましょうね。本当に来てくれるっての嬉しいんですけど。ね、そうそうそう。はい、行けたら行きましょうね。行こうね。行くさね、はい、っていうのはよくありがちさ、ね。あるんですけど、最前列ないって前日に言われてもないんですよ。なんなら1ヶ月前でほぼなくなってるんで。リングサイドももうすでに売れてますから。はい、いやでもこの指定席ね、どうせだったら1000円増しだけど、確実に座って見れるっていうのは、ね、そうだから絶対それ買ってた方がいいよ、はい、そうですね、自由席はもう当たり外れあるし、席が限られてくるので、うん、会場のその性質上、ああそうか、はい、もしかしたら立ち見になるかもしれないね、そうですね、ネーブルカデナに関しては立ち見のことが多いので、うん、ねえ、はい、なのでぜひぜひ今のうちお早めにまず、いやいやいや、はい、残すところあとわずかとなっておりますので、いや、はい、これはすごいですね、はい、4月26日を皮切りね、他のちょっとこう、はい、なんていうのマッチメイクもこう教えてもらっていい？はい、第一試合が、うん、ウルトラ早期スーパーマン太郎、帰ってきたスーパーマン太郎対忠助軍曹、忠助選手はもともと琉球ドラゴンプロレスにも参戦してくださいました選手ですが、はい、アメリカ帰りで、うん、はい、1年ほどねアメリカに修行に行ってまして、うん、はい、そのテクニックを磨いて帰ってきた男でございます、うん、そして軍曹選手というのが広島のプロレス、うん、ダブプロレスという団体の代表です、うんうんうん、ダブっていうのは
平和の象徴ね、ハトっていう、ハトっていう意味なんですけども、ダムプロレスの代表軍曹選手は、ちょっと怒ってるあのハードコアなね椅子を使ったりするようなね、うんうん、ファイトスタイル得意な選手なので、うん、第1試合から我々ポンコツタッグがどう戦うのかというのも注目でございます、うん、そしてハイビスカスミー対 X、うんうん、この X というのが、まあ、パンフレット、ポスターにはシルエット載ってるんですけども、うんはい、ミーさんのキャリアの山場になる選手、はい、となっております。これ誰が出るかっていうのは当日の、はい、当日発表なんですけども、ね、見る人が見たらポスター見た時点で、ああ山ってそういうことかって分かります、はい、なるほどね、はい、まあ、まあ、ね、プロレスファン、リュードラファンならこう、はい、まあ、このシルエット見るだけで分かるだろうと、はい、山々よそれで山々言ってたんだっていうふうに思ってくれると思います。なるほどね、はい、そして、うん、キャプテンイーグル、うん、琉球ドラゴンプロレス、はいはい、ひとまずの卒業待ち、うん、琉球ドッグディンゴ対キャプテンイーグルシングルマッチでございます。え、イーグルさん卒業するの？ひとまず、あ、そう、はい、あのフロリダ州タンパ三鷹市の方に活動の拠点を移しまして、そっか、はい、今ね、ちょっとあの本人のね、うん、その、まあ、活動の拠点がなかなかこちらに来ることも少なくなっておりますので、はい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 、またね、要所要所で来てくれるはずなので、そっか、はい、ちょっと寂しいな。そうですね、前回でもね、前回も、うんうん、あのキャプテン、一旦卒業ですっていう試合をして、うん、3ヶ月後に普通に帰ってきたんで、うんはい、普通にあの合宿場に一緒にいましたからね、キャプテン。ね、だってこの、はい、番組に最初にゲストに来てくれたのは、はい、イーグルさんとね、そうですね、万太郎ちゃんの2人だったからさ、はい、2人で好きなだけ喋って帰ってったっていう、はい、イーグルさんにもねすんごい僕思い入れがあるしさ、はい、なその最後の試合、まあまあでもね、うん、この2人の戦いにはねそんなしみったれたようなね気持ち感情なく、うん、そうだね、明るく楽しく、うんうん、もうみんながね楽しめるプロレスをしてくれると思います、うん、なるほどね、お互いのテクニックをね、うん、見ていただければなと思います。そして、はい、うん、チュラオミセーバー、ティーラヒート組対早田洋平ということで、イケメン対決ですね。ねえ、はい、琉球ドラゴンプロレスリングが誇るスピードファイター、はい、うん、ハイフライヤー、ね、飛び技を得意とするこの2人、テクニシャン2人と、うん、早田、うん、洋平という、まあ、これもね、あの細身ながらね、イケメンで、スピードを重視した攻めと、うん、アメリカ仕込みのね、うん、ラフファイト、そして、ヒールユニットで培った悪い戦い方を、得意とする選手2人でございます、はい、この2人の、ね、対戦となりますので、うん、これも、ね、高速の試合になると思います。目が離せない試合だなと、ね、はい、思いますので、うん、はい、一つとして穴のない、穴といえばスーパーマンタローが帰ってきたということだけ、はい、自分で言うなよ、僕穴なんですよ、はい、いやでもそんなって穴と思わせて、実はすんごい必殺技を仕込んでさ、いいですね、こうっていうのも、はい、なんかあの大逆転勝ちっていうのも、はい、早期とね合体技を考えておきましょう。あ、はい、いやぜひやってください、はい、文字通り合体しますからね僕ら。ウルトラ早期はこう、ね、うちなんちゅですからね。そうですね、うちなんちゅ第2号レスラー、糸満出身、糸満出身、はい、沖水出身でございますんで、はい、でチュラミセーバーもうちなんちゅ、わー違いますね、ティーダヒートが、ティーダヒートか、はい、はい、そうですね、うん、はい、ね、みんな沖縄在住の沖縄県を盛り上げるために頑張ってまいりますので、はい、そういうことなんだね、はい、ぜひね、もう見てほしいよ ね、 そうですね、4月26日を皮切りにゴールデンウィークもね、うん、沖縄市でもね多いので大会が、はい、29日はネーブルカデナで、はい、試合がありまして、うん、5月3日、はい、ミュージックタウン音市場の1階でカレーイベント、うん、はい、そこでリングを立てて我々も試合します。はい、ねえ、はい、これすごいね。そうですね、何店舗かカレーのお店が出てきまして、はあはあ、そこでカレーを食べながらプロレスや、うん、音楽を見れるという、はい、素晴らしいイベントになりますので、ね、あのグル君さんからもちょっとこうあの相談があったんですけどカレーっていうのいくつかこうお店っていうかね、はい、こう何カレー何カレーっていう、ね、がありますので、感じで、はい、リュードラといったらゴーゴーカレーが有名なんですけどね。そうですね、うん、素晴らしい、僕が忘れることいつも言ってくださる、はい、すごいでしょ、ほら、すごいですね、ちゃんと考えていってるでしょ、はい、僕もこの間も自分のラジオでカレーって設定したのに、うん、あ、やべやべ言わないとってなりました本当にでもゴーゴーカレー美味しいです。出るの今回どうなんですかね、話をしてるのかどうか、ね、まだその辺のブースの方はまだ、うん、あの決まってないんですけど、まあ、でもいくつかいろんなカレーがこう楽しめて、はいはい、プロレスも楽しめて、これ無料なんだよな、観戦無料なんですよ、あれすごいさ、なのでぜひグッズ売店の方に来ていただけると我々としては嬉しいです ね、 ね、はい、もう一度5月の何日でしたっけ、5月の3日、試合時間はまだ予定がまだ確定してないですけども、2部制になるかなと思います、はい、試合の日程はあのリュウキュウドラゴンプロレスの公式サイト、はい、
または Facebook、うん、Twitter 等で、ご覧になってもいただければなと思います。そして、はい、4月、5月の、はい、6日、はい、こちらも無料のイベントなんですけれども、はい、三郷児童園さんの方で、うん、児童福祉施設なんですけれども、こちらも、はい、完成無料のチャリティーにね、うん、近いイベントをさせていただきます。はい、なかなか身寄りない子どもたちだったりとかにプロレスを楽しんでもらうために、はい、こちらの大会の方はね、各企業さん個人さんにも、うん、5000から企業さんのご協賛を募りまして、うん、はい、賛同していただける方に、うん、もうたくさんいろんな方を巻き込んでね、やっていければなと思います。なるほど、はい、出店なんかもありますので、うん、ぜひぜひ、うん、お祭りのような形でこの楽しんでいただければなと思います。こちらが11時開演の、16時終了予定となっております。うん、なるほどね、ぜひぜひ、まあ、こうゴールデンウィーク、それからこう、はい、明けもね、そうですね、ぜひコザでこう、まあ、こうやっていただけるということなんでね、沖縄を盛り上げていければなと思っておりますので、うん、ぜひとも、はいはい、5月5日はね、子供の日スペシャルということでネーブルカテナで、はい、何かしらイベント的な感じでやらせてもらえればなと思います。はい、はい、ツイキャスもね来てるんでね、ちょっと紹介しましょうね、はいはい、ありがとうございます。ですね、みゆパチ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 ってほら嬉しいね、すごって、あらこれは見に行くしかないですよ。ほんとそうです ね今悩んでる方、初めて聞いた方もいると思うね、はい、遥かなる闇さんがね、見に行くよって、お待っておりますよ。みゆさん、ゴールデンウィークは沖縄で決まりでしょって。ですね。いや、本当だよね。本当そうなんです。はい、でも僕、ゴールデンウィークはあちこち行ってきたいですよ。実は、29日もちょっといろいろあって、ね、離れて帰ってきて、うん、次、その5月3日のイベントの翌日は、うん、なんと、琉球ドラゴンプロレスリング大阪で、ほう、はい、九千忍者蘭丸さん、蘭丸選手の蘭丸フェスタという、興行に呼ばれてますので、はい、みんなで大阪に行きます。なるほどね。はい、まあ全国あちこち飛び回ってるね、万太郎ちゃんでございますけど、やっぱりこう一番こう体が資本でございますね。そうですね、今も席が止まらなかったですよね。病院で聞く席をしてしまいましたね、今ね、はい、はい、そろそろあと何分ぐらい、あと30秒前なんてこった、これエンディングの曲はもうかけないでそのままっていうことだな。はいはい、ということでございますんでね、静寂の、はい、静寂ラジオでございますよ。はい、ということで、はい、あっという間の60分、はい、地域情報小出し番組、はい、グッモーニングコザ、略して GMK、はい、今週はこの辺でお別れでございます。お相手は私ミスタースティービーと、はい、帰ってきたスーパーマン太郎でした。そしてエディはヨナミでした。また来週お会いしましょう。さようなら。地域情報小出しできてよかった。最後ユミの曲で終わるから、はい、山由依の。だからもうケツセッティングしておいて。一番最後の曲です。そうそうそう、パーティーっていう曲だから、はい、これが何分ぐらい。これにケツを設定しとく、はい、あ、はいはい、わかりました。で、これが流れてきたら、あ、もうそろそろエンディングだなって僕わかるから、あ、はい、で、まとめトークして、さいならってやるから、はい、うん、もうこんだけ、はい、あとはもう何もないからさ、最初と最後だけ、はい、そうそうそう、はい、